脇汗で恥ずかしい思いをしたことはありますか？また脇汗対策はどうしていますか？これは夏で T シャツを着てたんですよ。まあそれで職場に歩いて行ってるんですけど、その歩いていく道のりが結構きつくて、すっごい脇汗をかいちゃうんですよ。大きくシミができるんですけど、それはまあよくあることで、それを職場の友達に、すごい大きいシミができたって、ちょうど自慢してるタイミングで、上司が入ってきて、すごい上司になんか、見て、シミって自慢してる形になって、すっごい恥ずかしかったです。で、脇汗対策ですよね。全然私はしてないですね。まあ、なるべくノースリーブを着るぐらいしかしてないです。アスカさんは丸裸を見られるよりも恥ずかしいことがあると聞きました。それは一体何を見られることですか？3つほど候補を出して1番を決めてください。これは、私は、1つ目が昔の SNS。なんかすっごい 恥ずかしいですね。なんか昔考えてたこととかバレるのがすごい恥ずかしいんで、昔の SNS は見られたくないな。で、二つ目が、これ見られるとかじゃないんですけど、普通に、彼氏とかに出れるのが恥ずかしくて、あんまりできないです。で、三つ目は、私一回、お腹が張って病院に行ったことあるんですけど、その時に CT 撮ってお医者さんに CT 画像見ながら、ここにもガスが溜まってるよって言われたことがあるんですけど、その時すっごい恥ずかしかったね。CT でガス見られるの恥ずかしいなって思いました。 この中だったらやっぱり一番恥ずかしいのは私は出れることです。なんか全然大好きとか 口に出して言えないですよ私。 言った方がいいんだろうなって思うんですけど、何よりも恥ずかしいです。はい。というわけで、女子部屋でした。アスカとお友達になってくれる方、チャンネル登録してくれると嬉しいです。あと、質問もお待ちしています。